こんにちは、速稼塾の皆様、そしてですね、この番外編の動画をご覧の皆様、今回はね、番外編なんですけども、一般公開動画としてお届けしようかと思います。以前お話していたラックトリプル8で、まあずっとね、オートベットで勝つ仕組みだったんですけども、1月からずっとやってて、私の場合は、おかげさまで利益をね、7、8万出すことができて、これがだから、月間で4、5万から10万前後の間で、まあ、ブレるんですけども、取ることができるかなって。で、私その仕組みを9台買ってますんで、毎月、まあ、悪くて40数万、良くて100万前後ですか。これが毎月毎月入金されるということにはなります。ただこれね、ずっとお知らせしたんですけども、一旦締め切りが来まして、でその後もお問い合わせが結構あって、私もね、もう締め切ったんで、もうダメですよっていうことをずっとお伝えしてきたんですけども、今日さっき動画を見たらですね、小野里さんが、無料版があるんだと無料で参加できるんだよってことだったんで、あら、そうなのかなと思って動画見てみたんですよ。で、詳細はですね、私もそちらの方を試してるわけでもなんでもないんで、その無料版のね、動画を見ていただければと思います。まあ何とも言いますかね、まあ、動画見ていただければ分かりますんで、そちらの方を見てください。まあ、動画説明欄に、概要欄に私がさっき見た動画はね、再生数1で見ましたんで、これはすごい仕組みだなと、これただなのみたいなのがありましたんで、まあ、私やってないんで、まあ、何とも言えないですけど、まあ、動画を見てちょっとね、どう感じるかそれぞれお任せしますんで、この概要欄からねクリックして、まあ、動画をね10分ぐらいの動画ですから見てみてください。で、おかげさまで大和くん4ヶ月になってね、こんな感じです。皆様から本当にお祝いをいろいろとかけていただきまして、毎日ね、近所の方にも、あ、向こう見て、山本くん、ほら、なんかね、顔がでかいでしょはい、こんな顔になりました。不思議ですね。去年の山頃まではいなかったんですけどもね、今4ヶ月になって、まあ、今本当いろんなことでね、外出も皆さんできないし、仕事も不安だと思うんですよ。で、私もですね、やっぱり私も収入が落ちました。ずっと隠居生活ということでね、まあ、ほったらかしで収入いただいてた身なんですけども、さすがにいろんな仕組みがですね、今回世界中のあちこちで破綻してきて、仕組みが動かなくなってきてるんで、まあ、暮らすのには困らないんですけども、そうですね、なんかこう世の中大変だなと思うばかりでございます。まあ、そんな時にね、このラックトリプル8の私のベッドして、オートベッドして利益をいただく仕組みが1月から私の手元にありましたんでね、また新しく収入源になるなっていうのと、まあ、当然ですけど他にも収入源いろいろ作っていきましたんで、まあ今年からも、全く別の形で乗り切れるかなと思いますよね。一つは FX がまあ無敵になったということですかね、やっぱりね、自力で稼げるものが1個あると、いわゆる不労所得にトライするときもあんまり怖くないし、それが破綻しても全然ダメージにならないんで、基本的にはね、まず不労所得じゃなくて、まずは自分の稼ぐ力を何かで身につけるってことが大事なのかなと思います。精神的な安定も違いますんでね、100万失っても200万失ってもまた稼げばいいかっていう感じになるんですよ。でもその不労所得に頼ってると、それがなくなったときにもうね、お先真っ暗になっちゃうんですよね。まあいろいろとお話しましたけども、概要欄からラックトリプル8の無料ベッド仕組みで仕組みシステムですか、そちらの方ちょっと見てみてください。あとはね、どう感じるのかってことでございます。私も動画見ただけで何かをやったわけではないんでね、何とも言えませんので、動画をまずご覧になってください。それでは失礼します。